新型コロナの影響でデジタル化の需要が急速に高まっています。福井工業大学 AI&IoT センターでは、地域にソサイエティ 5.0 の実現を目指し、 AI と IoT のテクノロジーを駆使した医療を含む産業のデジタル変革を支援する研究を行っています。移行連携。匿名化された電子カルテをもとに、学習結果の解釈性を向上させた説明可能 AI の実現を目指し、病名推定の研究を推進しています。肺のレントゲン写真など異様画像データベースを用い、独自の画像処理技術に基づく異常箇所の強調や自動検出法の研究開発を行っています。この AI を総合病院が持つことで、オンラインでの患者の訴えをサイバー空間上にある学習済みニューラルネットワークモデルが病名を推定し、オンライン診療、地域の開業医、総合病院の診療科など最適な医療機関へ誘導できます。また画像診断を行う際には、 AI による病変領域の検出支援により、医師の負担軽減や診療制度の向上など、最適な医療の提供をスムーズに行うことができます。将来的には医療アプリと地域連携システムを同期し、 AI による分析で地域医療資源の最適化を目指します。産業 DX。 小売業の仕入れはPOSデータ並びにバイヤーの経験や勘頼りが現状です。今後さらにトレンドは複雑化し、 AI による需要予測が不可欠になります。予測にPOSデータに加え、 SNS データ、リアルタイムの口コミを使い、商品の特徴ワード、流行、人気、新しさ、価値、質などを分析することでニーズを把握し、そのデータをメーカー等にフィードバックすることで、サプライチェーンのリードタイムを短縮し、メーカー、小売業、消費者、すべてが満足する販売体制の構築が可能です。福井工業大学では、国内大手食品メーカーや地元小売業と連携してシステム研究をしています。その他にも AI は農業や工業の発展など幅広い産業での活用が期待できます。福井工業大学 AI&IoT センターでは、医療そして産業のデジタル変革分野で、地域にソサイエティ 5.0 の実現を目指し研究を進めています。福井工業大学。